ございます。今朝10時、まあ、ツアー先にしては結構早い時間からね、起きれました。今日は一日フリーなので、行きたいとこ、いろんなとこ回ってみたいなと思います。では行ってきます。髪を切ってきました。わかるかな、ほらかなりね、さっぱりしました。後ろもね、久しぶりに髪の毛を切ってすがすがしい気分です、ちょっとね、この後はもう今2時ぐらいだからさ、ご飯食べてどこ行こうかな、楽器屋か、また小樽も行こうかなともちょっと考えてるんだけど、どうなるかまだわからない、予定は未定ということでね。たくまい孫の何をしてるんでしょうか、連絡ちょっと取ってみようかなと思います。よし行こう。今ホテルの前です。今日はお休みなので、これからちょっと小樽の方に行きたいと思います。それでは。小樽駅に着きました。そういうことで新小樽千葉に歩いて向かいたいと思います。買いました。買いすぎた気がしますけど、まあちょっと家族に送るためにこれから黒猫大和に送って、で僕はまだ自分で食べてないので、これ送ったら食べたいと思います。それでは。はい、今もう夕方なりました。髪切った後はね、ご飯食べて街をね、うろうろしてました。特に何を買うわけでもなくね、フラフラとしてたんだけど、一回ねホテルに戻りたいなと思います。たくんはどうしようかな、連絡が返ってこないな。海鮮丼食べました。美味しかったです。普段ウニあんまり食べないんですけど、ウニがめっちゃ美味しかったですね。美味しかったですね、ほんと。あと何が美味しかったかな、なんだろう。たくんからね、返信来ないんだけどね、まあちょっと僕もね、一日歩いて疲れたので、ちょっとだけ寝ようかなと思います。というわけでね、おやすみなさい。じゃあまた。タン君とも連絡が取れて、もうちょっとしたら待ち合わせをしてジンギスカン食べに行きますよ。久しぶりのジンギスカンね、ほんと楽しみにね、美味しいんだよね。なかなか一人だとね、行きづらくてね、もう数年食べてないかもしれない。ちょっと楽しみに、ね、行っていきたいと思います。はい、どうも。はい、タン君と合流しました。3日目だよね。そうだよね、もう3日目だよ。今日で折り返し、折り返しっていうか、もう折り返しは、いや折り返しぐらいじゃない、ね、まあ折り返しだよね、実質の折り返してるんですよ。滑るよ、気をつけて。いや大丈夫、滑らない、絶対滑らない。これなんかあれじゃない、昨日のさ、初日のライブの方向に向かってる気がする。まあっていうかあれだよね、スピリチュアルラウンジさんも近いし、ベッシュホールさんも近いです。とりあえずね、もう僕ジンギスカンをお店予約したんで、もうやめろよお前。いつもそれだな。はい、じゃあ行きたいと思います。楽しみだ。チェケラー時代遅れだ。ねえ、なんかこれ美容室みたいになってるんですけど、今、ジンギスカン食べてます。超うまい。うまいよね。もうね、超感動してます。食べてんだ。もうちょっと食べてね、今日は
何もないからまたちょっとね反省反省会っていうか何過去を振り返ってね明日のライブに備えたいと思います。食べよう。まだ10時だ。さてホテルへ帰って、なんか今昨日のライブぐらいの最初だ。いいじゃんいいじゃん。はい、ホテルに入ってきました。オッケー。はい。これですね。どう取るかな。こうだね。じゃあ乾杯しましょう。乾杯します。今日はねライブもなかったけど、明日はライブ。明日はツアー3日目。3日目。明日はねクラブカウンターショーさん。ここが2回目です。ウィー。おい。何の乾杯なんだろうね。楽しみだな、明日は。明日はスーパーセットリストでぶちかましたいね。ね、毎回の方が違うからね、全部。そうだね。これね、ドキュメント番組ね、これまさにこれだよね、ドキュメント番組がさ、このツアードキュメント、うん、今撮ってる、今現在何もできてないんだけどねこれを公開するわけですよ、今回もね。そう、試されるの水プラスツアー。いいね。とりあえずまた明日。